おめでとうございます。ありがとうございました。もう鮮やかに、もうそうですね、今日は右の蹴りを蹴ってパンチをついてっていう風にずっと考えてたんで、蹴れたし、パンチも打ったし、そういった意味ではまあ今までずっと空手でスタートして15年ぐらいですか、やってきたものっていうのが出せたんじゃないかなと自分では思ってます。ローブロー入ってそうですね、最初実はちょっと動きがすごく硬くて動けないタイミングで、オーソドックスとサウスポーだとどうしても角度が合っちゃいがちなんですけど、総合の選手だって聞いてたからもっとブンブン振り回してくるのかと思ったら、ちゃんとした蹴りが飛んできてびっくりしました。どうしよう、まあ、今日で終わりということなんですけど、改めて今の気持ちを教えてください。いや、今日もセコンドについてくれた仲間だとか、マッサージに来てくれてる先生とか、会社のみんなとか、まあ、仕事しながらこんなキックなんかやって試合出て顔腫らしたり切ったりしながら会社に来てもみんなあったかくしてくれて、そういったすべてにすごく試合前から感謝の気持ちがすごく強かったんですけど、無事こうやって終われて、その感謝が本当にまた強くなった気がしてます。本当にこういう機会を与えてくれたきっかけとなった聖堂会館だとか、あとは K1 だとか、まあ、会社だとか、本当にいろんなものにありがとうだと思ってます。今までその K1 でやってきて一番の思い出っていうと何でしょう。僕キックボクシングというか、まあ、新空手の試合も出てたんですが、一番嬉しかった試合が、今回ベスト8に出てる那城選手と試合した時の思いが実はすごく一番嬉しかったんですけど、やっぱパンチがものすごくてバババって打たれて、いきなりもう鼻血がものすごい出されて、それで技あり取られたんですよね。いや、これはかなわねえしパンチ見えねえなと思ってたんですけど、でそれから再開して、もうもらったら諦めて空手だと思って得意の上段膝で行こうと思って、で実はそれで僕勝てたんですよ。それが逆転一発 KO だったんで、すっごく嬉しくて、そこら辺からまたキックの魅力にはまって、ここまでずっとやってこれたっていう感じじゃないでしょう か, だかその那城くんが今日ベスト8からスタートしてるってことなんで、まあ、個人的には頑張ってほしいなと思ってます。今日は、まあ、土曜日土日っていうことで、はい、かなり、会社の方とか、はい、なんか営業先の方も、そうですね、来られてたんですけど、はい、大体誰、会社の人が何人ぐらいとか、そういうのって分かりますか。会社とあとスポンサーだとか、あとは会社のすごく上司だとか、そういったことも含めみんな100人オーバーぐらい来てくれてます。なので入ってきた時もみんなで頑張れって言ってくれたのがすごく嬉しかったし、本当に土日ね、限られた休みしかない皆さんに今だと休みが非常に貴重なのに僕のためなんかに割いてくれて本当にありがたいです。今後は まあ、今までは、ね、仕事の合間に練習をしたりして、はい、かなり多忙な、日々だったと思うんですけども、はい、今後はちょっと暇ができると思うんですけども。そうなんですよね、実はそこの先を何も考えてなくてこんだけ仕事とキックということに打ち込んできていたので、空いた時間どうしようという部分についてはこれからゆっくり考えます。もっと仕事しろって言われるんで仕事します。婚活の方は、婚活の方にちょっと今度は軸足を置いてですねこの勝った KO のシーンを V で持ち歩きながら婚活しようと思います。先ほど新空手での、ね、那城選手に逆転勝ちした思い出っていうのが、はい、伺いましたけども、 K1 の舞台での思い出とか何かありますか。やっぱりガリュー選手との試合はすごく思い出に残ってます。すごく特色のあるキャラクターで、予告通りメンチ切ってきて最後の1分ガリュータイムやれて、本当に K1 すごく素敵な思い出いっぱい作ってもらいました。大渡選手に
って、K1 っていうのは一言で言うとどんなものでしたか。もう K1 というよりもその空手を通して、これね、正人さんも言ってましたけど、本当に青春って、マスさんも言ってたけど、本当に、まあ、彼と僕じゃ随分キックの世界においては見るものは違ってますけど、本当にその通りだなと思ってます。痛いも辛いもすごく経験してきました。すごく楽しかったです。